これはね、あまり知らない人もいるんだけど言っちゃいますけども、あのプレチャオ会員に新規でなる人は108万円なんですね、はい、なんだけども本当フランチャイズって評判悪いですよね。悪いですね、詐欺だとかね、ブラックだとか、本部だけが儲かるとかね、まあ言われてます、まあ、そういうイメージが多いんですけど、僕は3年前フランチャイズに出会ってもう人生変わったんですよね。もう本当正しく使えば最強だと思うんで、その誤解を解いていきたい。正しいフランチャイズの知識を皆さんに伝えたい。というわけでこの番組はフランチャイズ相談所。今回は三原社長にご出演いただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、詳しい話聞きましたよありがとうございます。いや、こんな感じなんですねそんな感じなんですよ。いや、利回りとか、はい、実際うまくいくところはどうだとか、いろんな話を聞いて。そうですか。私も聞きたかったですねそうですね、ちょっと忙しかったんですよね。はい、ちょっと忙しいこんな格好してますんで、はい、どう。いや、やっぱびっくりしたのは、はい、その直営でもう契約しちゃって作っちゃってる店舗を加盟する方に売っちゃうことがあるってことが。そうですね、これ結構驚いたんですよね。とにかくこの物件を抑えなきゃいけないって使命があるわけですよ、はい、だけどお客様がなかなかまだ決まらない、はい、例えばね、あのスーパーの隣に行ってもスーパーの隣っていう写真を添付してこうメール流してるわけでもないですし、イメージがつかないと思うんですよね、はい、でなかなか決まらないうちに、また地方だったりして決まらないうちに、この日にオープンしてくださいって大家さんに言われてる日が近づいてきちゃうんですね。そうするとその工事は一応賃貸借契約も我々がしますし、で工事も進めていって、工事も3ヶ月ぐらいかかるので、その間にはさすがに決まるよねということで進めていっちゃう。なるほどね。そうですね。いやいやいや、そんなおすすめ物件を譲っちゃうなんていうのはね、これはすごいなとそうですね、僕なんか工事始めたらなんか致命的な問題があるから譲ってんじゃないかな。いやいやいや、それわけじゃないですね。それ恨まれちゃったからね、もうねいや、すごいですよね。いやいやいや、あともう一つやっぱ驚いたのは、プレチャを振り込んで、たくさん物件送られてきますよね。結構来るでしょ。月本当に100件ぐらい来るんですね、だから僕のイメージはそのプレチャオの会員が300人、300人いますね、いて、その月に20件とかしか加盟ができないから、これ1年以上待たなきゃいけないんだなって思ったら、そうじゃなくてその300人の方がなかなか決断できない方も多いってことですよね。そうなんですよね。だからいい物件だ、ここだっていうふうに思えば、その300人抜かすことは全然できるんですね。そうなんですよ。いや、だから逆にそんだけ待たなきゃいけないと思ってもダメかなと思って見送ってる人もいるんじゃないかなと思って。いますね、結構ね。だからそこはちょっと誤解を解いていきたいなと。いや、僕はもう本当次のおすすめ物件関東であったら即行きたいと思ってますので、ぜひ。本当、はい、節税の話も聞きました。あ、そうなんです ね7割ぐらいの金額がその経費になる、そうです。個人、ね、個人も法人もということでね、まあ、どちらかというと、まあ僕の場合は個人の方がメリットがあるんですかね。そうですね、思いますよ。いや、あれもすごいですよね。もう期末にまとめて何件もってところもあるんじゃないですか。ただ工事がやっぱりね、3ヶ月4ヶ月かかりますし、まとめて3件ね、物件が我々のプレチャーのからゲットできるかっていうとどうなのかなと。なるほどね、だからそういうこともあるんで、いろいろですね。現状ね、お一人様一つなんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですね。あ、じゃあまとめてはできない。できないですね。じゃあちょっと利益が出ちゃいそうだなって思ってる中小企業の社長様、あの期が終わる半年前ぐらいからこうだんだんご検討いただけると、ね、まあ、ちょうどいいのかなと。そうですね。あ、そういうことなんですね。まあ、下手すると一つ終わってまたすぐ一つ、またすぐ一つ、プレチャーをやめない人っていらっしゃるんですね。はいはいはい、はい、1年間に3つ4つ作る人はいるんですけども、だから振り込んでる100万円のお金はそのね、込み込みになるわけですもんね。それに使うんだけれど、また100万振り込むとか、それは置きっぱなしでいいよみたいな。そうなんですね。これはね、あまり知らない人もいるんだけど言っちゃいますけども、あのプレチャオ会員に新規でなる人は108万円なんですね、はい、なんだけども1店舗やってもう1店舗にプレチャオになりたいって人は54万なんです。あ、そうなんですね。じゃあ50万だけ、残しておいて、50万だけコインランドリーの機械台に当てて、で続けてる人、ずっと続けっぱなし人っていますね。なるほどね。いや、もう2件目はね、預けておく金額が少なくてお得ですね。そうですね。いや、これは本当実際に検討してみていろんなことが分かってきました。分かりました。
ちょっとまたいい物件あったら教えてください。はい、わかりました。お願いします。フランチャイズ相談所では皆さんのコメント相談をお待ちしてます、ね、意外と再生回数が少ないんですけれども、結構なんかいろんな問い合わせいただきますよね。なんですけど、こっそりみんな問い合わせをしてくれるんですけど、あのコメント欄が寂しいんで、ぜひぜひあのいろんなコメントとか、まあね、あのこっそりいろいろ、ね、相談したいこともあると思うんで、それはね、あのメールもあるんで、いろいろあのご連絡お待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。